はい、皆さんこんにちは、ワンダルビシです。今回はプレイステーションのゲーム沈黙の艦隊コンプリートモード立浪編の続きをプレイしていきたいと思います。ミッション20、ここもしかしたら海江田が率いるですねヤマトとの戦闘になるのかなと少し期待したんですが、ミッションの内容は変わらずということで、米国大統領ニコラス・ジェ・ベネット自らが指揮する大機動部隊に決戦を挑むという内容になっています。広大なる作戦区域の北方部に小島が点在する領域と、最深部は1000メートル以上、敵艦は空母3隻、アーセナルシップが2隻、さらに多数のイージス艦ということで大艦隊ということですね。では装備もですね、水上艦、潜水艦両方と戦えるように、装備を充実させて出撃したいと思います。ではミッション画面に入りました。あまりにも敵艦が多いという状況だと思いますので、まずは深度を100まで上げてですね、敵を見つけ次第すぐに攻撃を行って、できるだけ早く敵の機関にたどり着きたいというふうに思います。速度も20ノットまで上げます。このまま正面敵発見しますね。ちょっと潜水艦なのか水上艦なのかわからないですが、速度的には水上艦だと思われます。アクティブソナー撃って水上艦、敵も早くも撃ってきますね。早いな。赤く光ってる状態だと敵からの攻撃シグナルになりますので、敵が撃ってくる準備ができているということですね。撃ってきましたね。さらに、こちらのトマホークは迎撃されている。すかさずこちらはデコイで、これを回避しましょう。デコイ発射。トマホークは命中。ミサイル駆逐艦、フィッツジェラルド。これを撃沈してます。デコイが間に合いましたね。うまくデコイで回避することができました。デコイの数で言うとですね、ちょっと数が少ないので、あんまりね、長期戦やっているとデコイが不足する、枯渇するということになるので、できるだけ短期決戦、それこそ敵の機関、大統領が乗っている機関をね、狙っていきたいというふうに思います。トマホークが、なかなかいい感じでヒットしないですね。一度当たり出すとね、結構、いい感じで当たったりはするんですけど、なかなか、イージス艦相手に当てるのが難しいという状況ですね。さあ、敵が多数の攻撃を行ってきている中、こちらのトマホーク命中、エコシティですね。これを撃沈。これに乗じて、この混乱に乗じてですね、さらに、トマホーク撃っていきましょう。おっと、ここでどうだろう。デコイを避けてきた敵の魚雷が寄ってきてるんですが、これも追加デコイで回避できそうかな。できそうですね。そしたらトマホークを撃って、目の前にいる艦列、これを突き崩していきます。そうか、なんとかね、ここでできるだけ魚雷トマホークは温存したいという思いがあるので、なんとかねしていきたいところですが、敵の優先弾が来る。当たる。かわしきれなかったな。残念。こうなると魚雷がもったいなかったですね。では、速度をゼロに落として、トマホークを当てるタイミング、これを測りましょう。もしくは、優先だ。二本差しで出してもいいかな。この距離だったら優先だ。正面に捉えれば当てやすいですよね。
命中。完備に当たってます。ザ・サリバンズ。これを撃沈してます。一旦、周辺の敵 A はなくなった状態なので、探索に移りたいと思います。ソナーに敵の気配を察知。現れましたね。ちょっとまだ距離が遠いんですが、先制攻撃仕掛けたいので、魚雷を、あるいはトマホークを撃つ準備をしておきたいと思います。早いなぁ。敵の方が早いね。ここはデコイで回避しましょう。デコイの数がちょっと不足してきてるっていうのがあるんですが、これ以上この段階でダメージを受けるのは得策ではないので、やっぱりね、先に攻撃を当てていきたいところです。こちらのトマホークは迎撃されました。なかなかトマホークすんなりはやっぱり当てさせてくれないですね。そしたら一度ここは優先魚雷に切り替えましょう。このね、ノイズの中に潜んでいる状態なので、ここで一度完全に身を隠します。よし。ミサイル14管ストレット。これを撃沈。そしたら今度はそのノイズの中へと突っ込みましょう。突っ込みつつ、トマホーク。やっぱりトマホーク頼みというところはあるんですが、トマホーク撃ちつつ、ノイズの中へ。さらに身を隠していきます。トマホークようやく当たってくれたな。ミサイル巡洋艦立て続けに撃沈です。さらに正面に、これもおそらくミサイル巡洋艦。まだ敵の空母を見つけられてない状態なので、ここまででだいぶ消耗してしまいましたね。トマホークを。アーセナルシップモニター撃沈。これ正面にいるのもおそらくアーセナルシップ。ここはマーク50の魚雷にしましょう。本来対潜水弾なんですけどね。ちょっと損も言ってられない状況に入ってきてますね。空母用にトマホークは残しておきたいという、まあそういう思惑ありきです。うまーいところに当ててくれて、ミサイル巡洋艦をマーク50の魚雷で仕留めることができました。お、ようやく敵の空母が近づいてきたかな。空母から航空機が発艦した様子が出ましたね。この航空機の戻る方向に敵の空母がある。後ろからは航空機から出ている魚雷、これが迫ってきているんですが、ちょっと逃げ切れなそうなんでしょうがない。デコイ使いましょう。一応ね、デコイ打って回避しておきたいと思います。ちょうどデコイと本艦の直線上に入ってしまって、デコイがほとんど意味をなさなかったな。あそこで舵を切らなきゃいけなかったですね。近いところに来たなぁ。ただデコイがまだ生きていてくれたおかげで難なく回避はできましたね。さあ敵の、これがおそらく空母がいる
主力と思われます。この主力の中に突っ込んでいきましょう。まずは、マーク46のぐらい、ホーミングで日本雑誌。まあ、これ激進できなくてもいいので、一旦空母の中に入り込む。空母の艦営の、艦隊のね、艦列の中に入り込む。これのための、まあ、かませ犬的な感じで、まずはね、ぐらいを当ててノイズを作りたいというところですね。当たってくれよ。当たった。ミサイル巡洋艦。しかも撃沈までできた。最高のパターンだ。まだ敵の、どうだろう。主力、空母、発見できていないという状況ですね。さらに敵の攻撃を食らってしまったか。しょうがない。ちょっと邪魔な防衛艦はトマホークで投げ払います。うん。これが、どうやら大統領の座上艦。これを全力で狙う。空母を狙うよりも、ちょっとダメージを考えていると、この大統領座上艦を狙う方が、どう考えても得策なので、集中的に攻撃します。優先の魚雷を撃った後は、トマホーク。日本雑誌で連射します。あ、ここに空母もいるし、いろいろいる。さて、デコイも撃っておきます。アセナシップ命中撃沈メリマック撃沈まあ、空母にはちょっと手が出ませんでしたけども、残りのトマホークの数を考えると、まあ、妥当な、攻撃目標だったかなと思います。ミッションランクは A でしたね。お、特にエンディング的なものはなく、これで一応ね、隠しモードの立浪編攻略完了ということになるようです。というわけで、プレイステーションのゲーム注目の艦でコンプリートモード編、ヤマトと立浪2つのモード攻略、完了ということになります。